皆さんこんにちは、ペソでございます。今回もマイルドエスケープさんの脱出ゲーム実況解説させていただきたいと思います。今回のお部屋はルームナンバー62番警視の部屋からの脱出3ということですね。ルームナンバー51番でですね、警視の部屋からの脱出2というのがあったと思うんですけども、そちらの続編という形になります。まあ多いですね、 K さん、N さん、Y さんで、制作者のテシーさんとね多いですけども、ではやってみましょう。スタート。ではいつものようにね、ぐるっと回ってみたいと思います。ローボード、装置的なものが3つ、大きな窓、はい、こちら、もっと大きな窓、ソファーセット、車も見えますね。で、9ブロックの棚ですね。で、こっから脱出します。で、観葉植物、オーディオセットに絵が2枚という感じのお部屋となっております。じゃあこちらからいきましょうか。まず左手ですね、かき氷を作る機械で、真ん中は時計、まあビス止めがされてますね。で、そのビス止めを外すドライバーがまたケースに含まれて、これがちょっとこういう感じでね、マークを変えれるよという感じになっています。下段いきます。鍵がかかってる。で、バードと書いて、こういう感じでね、順番押しができるんですね。これもまた探してこないといけないですね、ヒントを。で、こちらは3と書かれて、数字入力。で、調べてると棒が落ちとるので、まず拾っておきます。では、右向きます。はい、ソファーセット。まずこのマガジンラック見てみましょうか。はい、ボール1個ゲットしました。で、ソファー、クッションですね、ごめんなさい、上げると Y=2G と書いてありましたね。で、車はこれはフェアレディ Z かなと思ったんですけどね、ちょっと違うかもしれないですね。フェンダーの位置もうちょっとね、フェアレディだと前のような気がするんですけどね。青い車に7429と書いてあるっていうヒントが出ますね。これも控えときます。はい、こちら向きます。観葉植物は手が届かない、棒でやっても引っ掛けられないと出ますね。で、こちらローマ数字で1234566と書いてありますね。これはノート、雑誌、オブジェ、サッカーボール。で、こちらはマーキングですね。ただどれを選んでいいかがまだわからないということですね。で、ここから出ます。で、オーディオセットと A ですね。まずこちらの A 見ましょうか。あ、これガクガクですね。ということは1234566、この順番で触ってあげましょう。1234566、乾電池ゲットで何かセットできそうということですね。これは後ほどにしましょう。一輪挿し、こっちにもありますね、一輪挿し。ちょっと壺の壺っていうかね、花瓶の形が違いますね。で、清流の絵は何もできない。で、テレビつけたいなという形で、下調べるとリモコンがあります。じゃあ電池入れようということで、開けてあげると鍵が出てきます。で、もう一個ありましたね、塗りつぶした三角、丸、四角、これを控えといて電池入れて閉めます。じゃあ早速テレビ見てみましょう。これはローマ数字の4ですね。4で鳥さんが左下と覚えておきます。これ今1チャンネル表示してます。2チャンネル、カラーバーが出てきました。で、これはもっと全然ね、隅っこでいいので控えといてください。緑、赤、白、青、黄色という形ですね。緑、赤、白、青、黄色ね。私とかね、よくこういうの控えるときは頭文字で控えます。グリーン、レッド、ホワイト、ブルー、イエローなんで、
GRWBY という形で控えます。3チャンネル何も映らない、4チャンネルまた再び鳥さんですね。ローマ数字の1が出てますね。ローボードの真ん中あのバードと書いてありましたんで、この順番になります。要するに1である、これがスタートの合図です。合図というかね、1です。だから左上を押す順番からスタートということになります。先ほどは1チャンネルで4ってありましたね。4番目ここですよということですね。じゃあ5チャンネルいきましょう。はい、5チャンネルは6と書かれて右上、6チャンネルいきます。映らない。7チャンネル、クロック、時計と書かれて、これはあのこの壺ですよね。なので、まあとりあえずね、形を控えていただいたらね、一番わかりやすいと思います。まあ三角でいいですよ。三角三角、これも四角でいいです。三角三角、四角三角、四角四角、三角四角っていう形で控えてください。よろしいでしょうか。はい、8チャンネル5ですね。で右下9チャンネル、これは先ほどのあの棚ですね。でペーパーと書かれてるので、紙でできたやつを該当するところをここに入れてあげましょうというのがヒントです。これは覚えとく程度で構いません。では10チャンネルいきます。3番目に触るのはここですよ、右下ですよということですね。11チャンネル、2番目に触るのも右下ですよということですね。これで全部分かりましたね。1、2、3、4で5がどこだっけ、あ5で6ですね。こういう順番ですね。もう一回やりましょうか。1、2、3、4、ごめんなさい、5、6、もう一回やります。1、2、3、4、5、6、こういう順番ですね。じゃあもう忘れないうちに触りましょう。1、2、3、4、5、6、はい、開きました。2つ目の玉をゲットして、最終的にはここに全部はめればいいのかなっていう感じですね。で鍵ゲットしたんで、こちら先開けますね。電球、氷で、ここはまだ番号わかんないので、青い文字ですからね、最初あの外車の車に書いてあった7429、これではないんですね。でここはありましたね、先ほどあのリモコンにあったこれですね、これですね。もう一回ちょっとはめておきますけど、はい、塗りつぶしの三角で普通の丸、四角、開きました。ドライバーゲットです。ドライバーといえばここですね。ビス外してあげます。で右左と出てますので、ツボでいうこれが左側のツボ、右側のツボで、先ほどはあのマークで調べてもらったと思うので、左、四角を左、三角を右という形で書き直します。で書き直して押す順番は右右左右左左右左となります。はい、玉が出てきました。で、文字盤変わりましたね。これこそがここを解く鍵です。3 S は7字の位置を指してますね。ということは1番目は7、 U は10字の位置を指してますんで10で、最後 N は4字の位置を指してるんで47104、これが正解になります。入れ直します。ガラスのお皿、4つ目の玉で引っ掛けですね。これでどうやらここがいけるようになりますね。
はい、玉5つ回収しましたよということですね。じゃあ入れてみましょうか。反応がない。そうですね、これはここの装置で何かをしてあげないといけないんですね。じゃあその前にね、氷が出てきたんでかき氷でも作りましょうか。器をセットしてガリガリガリーとね。はい、かき氷を回収しました。はい、氷も回収しました。なんか書いてあるなーっていう感じですね。でもう一個装置ありましたね、ここですね。でペーパーって書いてあったんで、紙でできてるやつをチョイスしてあげればいいということなので、この L とここですね、入れてあげましょう。はい、シロップゲットですね。じゃあ早速シロップかけてみましょう。何も出てこない。こっちもかけちゃえということで、3517がグリーンで浮かび上がったということですね。でここにもなんか装置ありましたね。ここに電球はめてあげます。そうすると8166というのが浮かび上がります。しかも赤い文字ですね。ということで、ここの装置ではそのそれぞれの数字をね入れてあげると、玉の色を変更することができるんですね。例えば今赤い文字であった8166で玉を入れてポチッと押すと赤いのが出てくる。じゃあ青いやつ作りましょうか。7429でしたね。あ、行き過ぎましたね。はいはい、青いのが出てきました。でかき氷のところは3517ですよね。また行き過ぎた、ごめんなさいね。はい、3517、グリーンが出てきました。で5色作るということは先ほどありましたね、これですね。この色の順番ではめてあげればいいということで、黄色のラスト作らないといけない。で黄色のヒントがないなあという感じなんですけど、一番最初覚えてますでしょうか。ここにあります。 y=2g、 これは数学でいうグリーンの2倍ということですね、がイコール y ですよということなんで、この数字を2倍します。答えは7034ですね。はい、これでいけるでしょう。はい、黄色出てきました。では先ほどの順序ではめていきます。一番左が緑、グリーンですね。次が赤色、レッドで、真ん中が白色、ホワイト、4番目が青色、ブルー、5番目が黄色、イエローということで、ハートの鍵ゲットです。これで脱出できます。ただまあいつものようにね、ハッピーコイン探しやりたいと思います。で今回ね、変化するところはこのテレビなんですね。で先ほど映らないチャンネルいくつかありましたね、3と6とかね。で12チャンネルを映してあげるとハッピーコインという形でオールブルーになってますね。ということはここの玉をオールブルーにしてあげればいいということですね。でブルーは7429でしたね。はい、では全部青くしていきましょう。ではめてあげると、あら、よいしょ、あら、ごめんなさいね。はい、ハッピーコイン出てきました。これで脱出です。じゃあ出ましょう。あ、鍵を、はい、こんな感じです。いかがだったでしょうか。ちょっとね、難易度、実はこのマイルドエスケープさんのシリーズ60番台が難易度高い
お部屋が結構続いております。前回のですねトイレ間の座椅子もちょっと頭ひねらないと難しい面でしたしね、まあこれからもちょっと続いていくかなとは思っておりますので、ゆっくり解説させていただきたいと思います。またいつものように通常エンディングはご自分でプレイして確かめてみてください。では今回のルームナンバー62番ケイシの部屋からの脱出3、実況解説ここまでにさせていただきます。いつもこちらのチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。では皆さん、さよなら。